ホテル三日月グループの皆様、本当にお疲れ様でございます。この度の感染症対策ではですね、思わぬところで三日月さんの名前が出たり、それからね、毎日の業務、清掃作業、宿泊のキャンセル、本当にね、私も三日月さんを使わせていただいて何年かになるんですけども、私のね、母はもう何十年も使っております。で、昨年はその三日月に念願の親子で滞在することができまして、本当にね、返しきれない恩があると思います。しかも宿泊費、その他の料金が安いんですよね。本当に思いっきり安いんですよ。私はもっともっとね、お支払いしたいぐらいのつもりでサービスを受けさせていただきました。私が大好きなのはね、あのお食事は鮎の塩焼きなんですけども、たくさん食べちゃってすいません。私の母もカニが好きで、カニばっかり食べててね、三日月さんには大損害を与えたんじゃないかなと思いますけども、またね、こうやってお伺いすることができて嬉しいなと思っております。というのも今回、ホテル三日月さんからこういう封書が届いたんですよ。思わぬ封書でございました。本当にね、こちらからお伺いしたいなと思っていたところに、こういった封書をいただいて、非常にね、なんかすごく励まされたような気がします。読ませていただきます。令和2年6月吉日ご挨拶、で、皆様におかれましてはますますのご健勝をお喜び申し上げますと、三日月グループご支援いただく皆様に厚く御礼申し上げますと挨拶が始まりまして、当グループは新型コロナウイルスの感染拡大に関する緊急事態宣言の発令を受け、感染拡大防止及び従業員の健康安全確保のため全館休館しておりました。休館によりご宿泊いただけなかったお客様に深くお詫び申し上げますというよりも、休館中本当にね、ご苦労されたと思うんですよ。皆さんね、従業員の方もご不安だったと思いますし、で、資金繰りの面でも並々ならぬ苦労されたんだなと私は思います。本当に再開できてよかったと思います。私ね、もう1年間ぐらいね、連泊したいぐらいの気持ちでおります。まあ広島からね、ちょっと鬼怒川の方は遠いんですけども、また鬼怒川の方に伺いたいと思います。鬼怒川の三日月さんはね、私の母も私の祖母も思い出の場所なんですよ。これからね、私の子供も孫も行けるような、そんな三日月グループであってほしいなと思っております。特に鬼怒川の三日月さん、もう本当にね、我が家のように過ごさせていただきました。ちなみに、ね、昨年私ね、母に三日月の宿泊をプレゼントしたんですよ。どうですか、47歳の息子が母親と75歳の母親とね、旅をすると。そして鬼怒川、思い出の詰まった鬼怒川で息子が母親にありがとうねとプレゼントすると。で、ちょっといい部屋をね、用意していただいたんですよね。いや本当にね、もうこんなね、嬉しいことはないですよ。鬼怒川さんみたいなところで、鬼怒川さんじゃない、三日月さんみたいなところで親孝行ができるなんて、本当ありがとうございます。当グループでは現在、厚生労働省をはじめとする政府の提言等を踏まえつつ、亀田総合病院の監修指導をもとに構築した防疫体制を全店で共有し、独自の安心安全対策、三日月スタンダードを講じて皆様をお出迎えするための準備を行っておりますということで、具体的なことをね、何するよってことを書いてますけど、もうね、日の打ちどころがないです。これは本当にありがとうございます。ある意味ね、我が家よりも強烈にこういったね、衛生対策ができてますんで、もうこれね、みんな三日月にずっと泊まった方がいいぞみたいな、自宅の方が危険なんじゃないかなというふうなね、極端なね、考えまで出てしまいますけども、まあまあまあ、それは置いといてですね、三日月さんに並々ならぬ本当にご苦労をねしていただいて、今回またね、私たちの宿泊を明るく迎えてくださるということで、本当に嬉しく思います。営業再開予定日は竜宮城店6月19日金曜日ですので、もうオープンしてますね。その他、勝浦店、鴨川店、鬼怒川店は7月3日、もう間もなくですね、ですが、当グループが営業再開できますのも、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と感謝を申し上げます。皆様と笑顔でお会いできる日を従業員一同より心よりお待ちしております。ホテル三日月グループ支配人一同、ありがとうございました。読みながら私ね、胸熱くなって、いや本当に、ね、涙があるです。本当にお疲れ様でした。すいません、こういうチラシもいただいてね、ちょっと表情が悪いんで今、すいません、お見せできないんですけども、ぜひね、皆さん、ホテル三日月さん、全グループどこでももう完璧です。ぜひね、ご宿泊ご利用いただきたいと思います。温泉も最高です。では失礼します。